イチョウの葉も黄色く色づき、すっかり朝晩寒くなりましたね。今年は夏がすごく長く感じて、ちょうどいい時期っていうのがあっという間だったな。今まではこれだけはつけたくないなと思ってたハンドルカバーをポチって、どんな感じになるのか興味があったんでね。先日ツーリングに行った時にバッグに入れて持ってって、予想通り帰り寒くなったんで取り付けたんですよね。取り付けはですね、穴が2箇所開いてて、そこにハンドルとレバーを差し込んで、で紐がついてて、それをミラーにくくり結びつけるという、至ってシンプルで5分もあれば左右取り付けれるような感じなんですよね。もうほんとこれだけはおじいちゃんみたいだからつけたくないなと思ってたんですよ。これつけてね、走った感想なんですけど、もう大失敗ですよ。ちょっと眠気が襲ってくるぐらいあったかくてね、快適なんですよ。今まで電熱グローブつけたりナックルガードつけたりしたんですが、これが一番あったかい。もうこれつけてると中は夏用のグローブで十分な感じです。間違いなくまた寒かったらこれ持っていきそうだもんね。いやー失敗した。これだけはつけたくなかったけど、もうこれがないとダメかもしれん。まあ CFC と張りに行くときにパーキリがなかったら行きたくねえ、そんな感じかな。これわかる人いたら嬉しいな。メリットはね、まあとにかくあったかい、それとコスパ最強。これは3000ぐらいで買えたからね。デメリットは痛め、それとビニールが1枚噛んだ状態になるんでウインカー操作がしづらい。あと手を出したり入れたりがやりづらいことかな。まあ見た目は一昔前のは大きくてボテッとしたイメージがあったんだけど、その辺はスタイリッシュになって良くなったんじゃないかな。ウインカーの操作は慣れるしかないかな。カバーの入り口ちょっと広げてやれば手の出し入れはもうちょっと改善できるかもしれない。感想は以上です。失敗したな。もう寒い時はこれないとツーリング行けないかもしれない。親指のあたりがクリアな加工されてんだけど、中のデッキで曇るぐらいあったかい。見た目が気にならない方はぜひ試してみてください。